生物地理学において、陸橋とは、海を隔てた地域の間をつなぐ陸地のことである。例えば、隔離分布している生物が、かつてそれがあったために現在は、離れている、地域間で生物の行き来ができたと考える。あるいは、海峡が陸化した時期には、それが陸橋として働く。生物の分布において、その分布域が大きく飛び離れている場合、それを、隔離分布という。 それらが本来は同じものであったと考えられる場合、そのような分布になった理由を考えなければならない。その中で、海を隔てて、陸上の生物が分布している場合がある。これはそれほどキーなことではなく、例えば高等植物ならば種子が海流で流されることが可能であるし、陸上動物でも爬虫類や昆虫ならある程度は、海水に耐えられるため、海流分散を考えることができる。 淡水性のものでも手長エビなどは、妖精が海に降りるので同様なことが可能である。これに対して、両生類やカタツムリ、あるいは、純淡水魚などは海水には耐えられないため、このような可能性は考えられにくい。哺乳類も海を越える能力が低い。また、蒸気のような海流分散の可能性があり得る生物でも、例えば、ヨーロッパと、 北アメリカのようにその距離が極端であれば、やはりこれは考えにくい。しかし実際には、そのような隔離分布の例は少なくない。しかし、かつてはそれらが陸続きであったとすれば、そのような分布は説明できることになる。このような二つの地域をつなげる一時的な陸地が陸橋である。陸橋を考える場合、家庭的に考える例と、 歴史上の地形の変遷の中で捉える場合がある。大西洋を隔てて、ミミズやカタツムリの近煙種が分布する例が知られており、これらを説明するために、かつてこれらが陸続きであったとするのが立教説と言われる。ただし、そこにどのような形の橋渡しの地が存在したかを具体的に語ることができるような話ではない。このような分布は、 大陸移動説の根拠の一部となり、現在ではそれによって説明されるものも多い。南半球の各大陸に隔離分布するものは、ゴンドワナ大陸に由来するものと考えられ、ゴンドワナ要素と呼ばれる。古くは20世紀初頭には、このような議論が盛んで、この他に南アメリカとアフリカを大西洋南部でつなぐ南大西洋陸橋や、 南アフリカ、マダガスカル、インドをつなぐレムリア陸境、南極を介して、アフリカと南アメリカをつなぐものなどが想定された。しかし、それらの分布のあるものはむしろ北回りでの移動による分布拡大を想定した方が良いとの声もあり、現在では支持されない。ベーゲナーの大陸移動説これらのような対応を、隔てた地域の間を陸続きにするような地形を、 考えるのは簡単ではない。ところが、大西洋の場合、この両岸の間にはかつて、アトランティス大陸という幻の陸地があり、これは、今では、沈んでしまったとの伝説がある。それにヒントを得て、陸境があったと考えられる地域の間に、かつて大陸があり、それが今では、沈んでしまったのだとの説もある。幻の大陸としては他に、ムー大陸が有名であるが、 特に、レムリア大陸は、マダガスカルとアジア大陸をつなぐ陸橋として、発案された面が強い。ただし、大陸の地殻と海洋の地殻が、成分や構造において異なるというような地質学の進歩により、このような説は支持されなくなった。大西洋マタイでの分布に関しては、ベイゲナーがこれを大陸移動説の証拠としたことが知られている。つまり、 マニリ地があって繋がっていたのではなく、現在の陸地がかつては繋がった位置にあったと判断したものである。一時はこれは、高頭無形な説と考えられたが、現在ではほぼ定説の位置にある。レムリア大陸の発想のもとになったマダガスカルとインドとの生物賞に見られる関連性も、かつてはインドがマダガスカルやアフリカに接する位置にあり、そこから、 現在の位置まで移動したと考えることで説明される。大陸や大きな島の間の距離が狭まっている地域、海峡や地峡と呼ばれる地域は、生物の分布を考える際に大きな問題となる。そのような地形の場所は、長期的には、地殻変動など、短期的には、海水面の変動などによってある時は、陸続きとなりまたある時には切り離される。 その歴史はそれらの地域の生物分布に大きな意味を持つ。繋がっている期間にはこれを通じて両側の地域の生物が出入りし、切り離された時期にはそれぞれの区域内で独自の進化が起きたと考えられる。切り離された時期が古く、期間が長いほどそれぞれの区域の生物省には違いが生じるであろう。ベイリング地境の海岸線の変化アジア大陸と 北アメリカ大陸の間は、ベーリング立教がある。この地域は、中世代の終わり頃につながり、その後何度か繋がったり離れたりした。主として、アジアの進んだ、哺乳類が、北アメリカへここを通って進出したと考えられる。中心世につながって、以降は切り離されたようで、それ以降は両大陸の共通性がなくなる。例えば、高等ザル類はこれ、異性に限定され、 江津のカモシカは、日帰宅に固有である。南北アメリカ大陸は、パナマ地境を介して繋がっているが、この地は、中世代末期に繋がって、以来、新世代諸島には長く切り離された。その間、この大陸では、主として、有体類が、敵を放散した。その後に、ネズミ類や猿類が、飛び石伝いに侵入したが、先進世に、中米立橋が成立するや、 猫かや犬かの肉食獣をはじめとして、魔獣類が南へ侵入して、幽体類などを全滅させる。またアルマジロなどの貧波類はそこで、敵を放散したとみられる。なお、南アメリカで進化したもので北進したものも、わずかにあり、オポッサムなどが北、アメリカに見られるのがそれである。日本の大部分を占める北海道、本州、四国、九州、それに、 琉球列島はいずれもアジア大陸の大陸方上にある大陸島である。日本列島の外略の形はほぼ中心よに遡れる。それ以降様々な地殻変動や海水面の変動により何度か大陸取り続きになったものと考えられている。日本が大陸とつながった際に陸橋となったのはおおよそ以下の4カ所である。それぞれに分布境界線が設定されており、 その位置で早くに分離が成立したと考えられる。また、本州と北海道の間には、ブラキストン線が設定されている。文部省編、学術用語周知学編日本学術振興会、1984年、ISBN4 から818184012。ありがとうございます。